白川ソーラーパークは市街地で714キロワットの電力を出力する中規模太陽光発電施設です。駅や学校の近くに位置するため、多くの人々が太陽光発電を身近に感じることができます。造作物を景観条例に準じた色調にするなど、地域住民へも配慮。展望台や学習パネルなど充実した体験学習施設も備え、日本のエネルギー自給率や再生可能エネルギーについて学ぶことができます。白川ソーラーパークは都市部における再生可能エネルギー導入への理解浸透を目指しています。